6レース1着になりました埼玉の森田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は唯一の S 級選手ということで馬同期のレースとなりましたけども、どういったレースをしたいというふうに考えたでしょうか？そうですね、まあ、前々で戦おうと思ってました、ね。まあ、今日は勝ちに行くレースをしに行ったという形でしたけども、その後振り返ってどうですか？そうですね、まあ、唯一同期の中で S 級なんで、ここでは負けられないんで勝ちにこだわりしました。途中、まあ、阿部選手と野村選手が来たところ、内に詰まるところありましたけど、あの辺りっていうのはどういうふうに？そうですね、まあ、無理にあそこ粘る必要ないかなと思って、さっと引いて、まあ、阿部選手の番手入れたんで、そこら辺は良かったと思います。で、阿部選手が、まあ、ちょっと思ったより早くホームで仕掛けましたけども、まあ、しっかりとついてきましたけど、あの辺りはどういうふうに見られてましたでしょうか？そうですね、ちょっと前、車間空いてたんで、そこら辺は阿部選手に詰めてもらって、まあ、出れるところ出ようと思ってました。まあ、最後はしっかりついていって差し切りましたけども、踏んでみての感触っていうのはどうだったでしょうか？まあ、そうですね、ちょっとアップでローラー乗ってて感触あんま良くなかったんで、しっかり今出せる力を全部出し切ろうって思ってレース組み立ったんですけど、その結果は優先術になってしまいました。まあ、これでしっかりと一着取って、まあ、この後また S 級戦ナショナルの活動もあると思いますけども、今後の目標を教えてください。そうですね、まあ、ゆくゆくは埼玉の偉大な先輩の前で走りたいんですけど、まずは多摩の G3 が入っているので、そこで活躍することです。わかりました。では、最後にファンの方へメッセージお願いします。はい、連日応援ありがとうございました。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。